一応駐車券、駐車券もらってきたよ。うん、駐車場どこ行こうかな、Jリーススタジアムの。いい散歩や、でももうこの時期になったら。とかそういうシンプルな材料しか入ってないやつなんやけど、ターメリックとかクミンとかコリアンダー、シナモンとか、他にこれよりももっとスパイスが入っているパウダーを買ってみた。ギャバン、ギャバンって思った。ギャバン、だからこれとガランマサラとトマト缶と、うん、我が家は味噌と、うん、まあ醤油とか、はい、ご飯食べます。試合前だから大盛りです。さっき作ってたカレーがこんな感じになりました。ではいただきます。はい、ついに開幕の日を迎えました。まあ、今日の開幕戦は川添クラブという、チームとの試合なんですけど、まあ、今年必ず JFL に昇格しなきゃいけないということで、本当にこの開幕の1試合目本当に大事になると思います。まあ、僕自身、試合に出るかどうかっていうのはまだメンバーは分かりませんが、多分ベンチスタートになるかなと思うんで、例えば今日出番がなかったとしても、明日すぐ試合があるんで、そこに向けてすぐに準備ができるように、気持ちの面は作っていきたいなと思います。まあ、自分のね今できることに集中して頑張ってこようかなと思います。とりあえず勝って終われるようにね、いい準備をしていきたいなと思います。行ってきます。芝綺麗、マジで。すげえ濡れてるし。はい、試合が終わって帰ってきました。まあ、試合結果は0対0で引き分けという結果だったんですけど、開幕して1試合目で、まあ硬いところもあったのかなとも思うんですけど、まあ、相手もめっちゃ引いてきて、引いてカウンター狙いっていうのがすごいはっきりしてましたし、そこをうちはどうやって崩して得点まで持っていくかってところだったんですけど、まあ、なかなかシュートを打たせてもらえなかったり、逆にカウンターを受けてちょっと危ないシーンもあったりっていうふうには見えたので、まあこれからの課題ですね。まあ、僕自身出場することはなかったですけど、明日すぐにまた試合があるんで、まあ自分が出るってなればそれで活かしていけたらなと思います。まだ始まったばかりだし、まだまだこれから成長していけばいい話なんで、しっかりと明日結果が出るように頑張ります。まあ、まだメンバーわかんないですけど、試合出ることになったらしっかりと頑張ってこようと思います。まあ、ひとまず今日は終わったんで、明日に向けてしっかりと切り替えていこうと思います。
はい、ということで大分集中開催2日目です。昨日試合が終わって今日も、試合会場に今向かっているところです。今日は、日本製鉄大分と12時半からレゾナック A コートで試合です。まあ、昨日の試合でもね、やっぱりこう押し込んだ後のね、どう点を取るかっていうのが課題だと思うんですけど、昨日は途中からレイ君とか入って、本当にレイ君とかやっぱ違いをね出せる選手だと思うんで、まあ、そういうところもねすごい注目して皆さんには見てもらえたらなと思うんですけど、今回 YouTube 配信とかもねあるんで、多分この YouTube 配信ってのはちょくちょくこう続いていくものだと思うんで、遠く離れてる方だったりとか現地来られない方でもね見れると思うんで、ぜひ見てもらえたらなと思います。まあ、とにかくね、今日勝って、まあ、昨日引き上げた分しっかりと今日勝って昇格に向けてねつなげていけるように、自分たちもね一個ずつ成長していけるように頑張っていこうと思います。では行ってきます。はい、ということで、試合4対0で勝ちました。まあ、昨日引き分けてたってことで、まあ、今日はね、何としても勝ち点3が必要な試合だったんですけど、まあ、とりあえず勝ち切れて良かったと思います。まあ、僕は、ベンチスタートで、まあ、2日連続ベンチスタートから、まあ、今日は残り20分ぐらいで出場はあったんですけど、まあ、しっかりとね、ゼロで終わって無失点で終わったってのは良かったかなと思います。まあでもね、やっぱり2日連続の試合でどっちもスタートから出れないっていうのはやっぱり悔しいところもあるし、やっぱり出たかったってのもあるし、って感じはありますね。そこはね、まだまだ僕自身の力不足であったりとか、まだねその監督に信頼を勝ち得れてないのかなっていうのもあったりもすると思うので、まあ、それはねまだまだこれからリーグさん所属し信頼を勝ち取っていけたらなと思います。まあ、とにかく今日は4点取れましたし、まあ、フォワードの選手、まあ、タクマとか純喜とかサミがね、点が取れて、まあ、前の選手からしてもちょっとほっとした1日というか試合になったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、チャンスもすごく多く作り出してたし、いい展開だったんじゃないかなっていうふうに思います。でこの2日間、集中開催にあたってね、キッチンカーを出していただいたりとか、イベント参加していただいたりとか、運営していただいたりとか、そういった方々がいてくれたおかげで本当にいい盛り上がりというか試合ができたと思っているので、本当に、関わってくださった方々本当にありがとうございました。そして見に来てくださった方々も本当にありがとうございました。まあ、僕もねもっともっとたくさんプレーしているところを見せれるように頑張ります。まあ、またね来週も試合があるので、まあ、こうしてまた集中開催もあったりするし、出番がいつ来るか分かんないんで、またしっかりといい準備をしてもっともっと高めていきたいなと、自分のね価値とかそういうものを高めていきたいなと思います。また頑張ります。ありがとうございました。